はい、どうも皆さんこんにちはかな、こんばんはかな、午後5時ってどっちでしょう、挨拶は。こんばんはかな、こんばんは、はい、こんばんは、お晩でございます。お晩でございます、お晩です、お晩です、はい、はい、夢色ロケット、はい、はい、今日が10月の8日、17時を回りました、はい、はい、生放送で北千住シーウェーブ放送局から、はい、お届けしてまいります、はい、今日も6階のね、素晴らしいスタジオ、スタジオ、ここでライブもできそうですもんね、できそうですもん、ステージがありますもんね、そうですね、うん、片足で立てますか、片足立てます、はい、あ、美脚ですね今日は普段着まっすぐですもんね、今日は普段着です、今日は僕も普段着で、いや、すごい派手です、あのナグモン T シャツ、はい、アップでお願いします、ゼットンさんという方がね作っていただきましたけど、素晴らしい、どう、かわいい、2人いるどっちが本物かみたいな感じですけどもね、好評ですもんね、池袋では、好評かどうかわかんないですけど、何人か来てる人を見たことがあります、うん、そうです、池袋にしか見たことないですけどね、はい、あるお店では ある、はい、お店ではね、うん、あ、2人いるって、2人いるとか ね、 ね、どっちを見ているかちょっと目が合うよね、怖いですよね素晴らしい、はい、今日はちょっと雨模様でございますけどもね、そうなんです、ちょっと肌寒くてね、うん、昨日まで暑かったですけど、今日はだいぶ涼しいというより寒いですけど ね、 涼しいですね、陽気としてはどうなんですか、ひとみちゃん、寒い方が好き、あったかい方、あったかい方が好き、はい、じゃあこれから辛い季節になりますよね、そうですね、はい、じゃあもうぬくぬくとなんかいっぱいね着込んであったかくして過ごしましょう、そうですね、はい、あれ、なんか今日のお帽子も変わりましたね、はい、そう、これは電気がつくやつ、これつかない、あ、なんだか残念これは、はい、リコッタにもらいましたよ、ね、あ、そうですか、はい、いろんなお帽子持ってて、はい、生放送なんでね、はい、いろいろ皆様からのメールを募集しております、なんかひとみちゃんへの質問とか何かありましたらこちらにお届けいただければと思いますけど、はい、メールアドレスじゃこちら、はい、はい、senjuu@cwave.jp 千住アットマークcwave.jp までメールください、はい、もう歌あり、腹話術あり、漫才あり、トークありというね、まるで寄席のような番組でございますので楽しんでいただければと思います、はい、じゃあまずはね、ひとみの歌からいきたいと思います、はい、今日歌っていただくのは何という歌ですか、ジャンジャンジャンバラヤの曲で、今日ちょっといらっしゃらないんですけど、ジャンジャンジャンバラヤというのは6人組のユニットなんですけど、そうです、今日は6分の1、そうそう、下は11歳、10歳から上は72歳まで、72歳、はい、かなり年齢層が広いですけどね、広いです、ちょうど真ん中ぐらいで、さ、それで、はい、今日はですね、はい、はい、一人で歌うので、はい、南雲さんにコーラスを、コーラスはできないと思いますコーラス、じゃあ、じゃんじゃんじゃんバレーのセカンドシングルでございます、はい、はい、パイナップル片思い、マジかよ、コーラス、はい、やったやったやった、ナグモンのコーラスでお届けしたいと思います歌わせますさあ、曲が流れます、はい、はい、初版の授業で生放送いろいろハプニングありますけどもね、そうですね、はい、寒いからちょっとねこう固まっちゃってます、来ました、パッ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 パイナッツル、パイ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 ナッツル、パイ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 ナッツル、恋は恋は恋はパイナッツル、届きそうで届かない、海を泳いで山に登って、埋まらないディスタンス、こんな気持ち嫌いじゃないわ、片思いは遠登る、どこへ弾むか予測不能、こんな想いが胸に踊り出す、フルーツ
そうで逃げてゆく。読書しても映画を見てもわからない時間なのよ。こんな時間意外と素敵。告られたい、告白したい、知るのが怖い恋の行方。 yeah, 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 yeah. 夢と一緒に朝に溶けてく。パジャマを脱ぐわ。キュ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 、白い姿の光の中で揺れる瞳を閉じれば時間は進む。 Near my sweetheart最強のワンモアタイム、ジオを抱きしめ、マクベスミルを。パッ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 、パイナップル、パイ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 、パイナップル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 、みんな、パイナップル。さあ、聞いていただきました。はい、ありがとうございます。パイナップル片思い、江中ひとみ作曲これは名曲ですよね。本当でしょうかいや、ひとみが作るとみんないいよね。いや、そうですか。本当にポール・マッカートニーですね。今日はカツ丼ご馳走します。はい、ありがとうございますさあ、続いてはですね、はい、さあ、こちらでございますね。スタッフがなんか楽屋から声が聞こえますね。ちょっと呼んできますね。そうですか。はい、ひとみーん、起きたよあら、はい、お友達が来ました。はい、さあ、アメリカのね、バージニア州生まれの10歳、はい、10歳のキャンディーちゃんでございます。じゃあ、この後はひとみ&キャンディー腹話術ショーをお楽しみください。どうぞ皆さん、こんばんは。わあ、嬉しいね。ね、キャンディー、こんばんは。また怒ってる。こんばんは。あれ、こんばんは。こんばんは。なんか今日も元気ないな。あ、ケイちゃんが来た。ね、ね、ね、キャンディー、この頃寒いね。知らない。知らないじゃなくて、本当に寒いもんね、毎日ね。知らない。どうしてそんなに今日は機嫌悪いのかな、キャンディー。だって君が機嫌悪いからだろ。機嫌悪くないよ。いつも丁寧にキャンディーに接してるよね。そうでもないよ。そうかな。キャンディーさ、付き合ってる友達が悪いんじゃないの。誰と付き合ってるの。はるこさん。ダメでしょ。ね、師匠のパフェってのこと言っちゃダメでしょ。いいの、ハルコなんだから。そっか。なんか今日いいことあったの。ない。でもなんかいいことあったって言ってたでしょ。うん、北千住の駅でね、お金拾ったの。へー、いくら。100円。そっか。でもキャンディーいい子だからさ、ちゃんとさ、交番に届けたよね。猫ババした。ダメだよ、ちゃんと1年経つとちゃんとね、落とし主がいないとキャンディーに入るんだから、1年我慢してちゃんと交番に届けなきゃダメだよ。いいの。だってムカつくんだもん。またムカついてるの。なんで。だってさ、機嫌が悪いんですよね。どうして機嫌悪いの。お前、なんかいいことあったか。あったよ、カツ丼を食べた。またカツ丼か。
長門に誘われたのか。いや、誘われたんじゃなくて自分から食べたいなと思ったの。ふーん、何入ってるの。カツ丼の下に椎茸が。うわー、椎茸やだーやだやだやだー。なんで椎茸嫌なの。だってあんなの食べ物じゃないもん。ダメだってね、椎茸はキノコ類だから食物繊維もいっぱいあるし、ヘルシーだし太らないし、健康にいいんだよ。ミネラルもいっぱいあるんだから。やだ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 ー、絶対やだ、椎茸はやだ。そっか、じゃあさ、わかった、キャンディーさん、じゃあ今日は疲れてるようだからもうおねんねする。やだ。なんかすごい気が悪いですね。だってさ、ディーちゃんでしょ、そしてシゲイルでしょ、火星人でしょ、キイちゃんでしょ。はぁ、なに、私のね、お目当てがいないの。またそんなこと言わないの。失礼でしょ、本当に独舌だ、独舌だ。誰だ、誰だ、誰だって言ってるよ、誰。へぇ、あのね、おしゃむ先生。あ、そっか、おさむ先生に恋してたんだ。そう、でもね、みんな大好きだよ。みんな大好きだけどね。また寝ちゃいました。すいません。毒舌。本当に毒舌。悪いことしか言わない。今日なんかダメですね。機嫌悪くてね。これでこう寝なさい。よいしょ。はい。それでは。よし。行きましょう。はい、どうもー。はい、どうもー。今のは、はい、深井実は楽しかったですよね。ここでしか見れないという、世界で唯一口が動く深井実、エラがひとみちゃんがもう開発したというね。でたまにキャラが入れ替わったりなんかするんです。いや、どっちがどっちか分かんなくなっちゃう。一応なんか台本は考えるんですか。考えるんです。考えるんです。カツ丼の中に椎茸。椎茸。大変ですよね。大変ですよね。まあ飛び上がっちゃいますね。椎茸嫌いですか。いや、いらないです、椎茸なんかね。椎茸いいですよね。あ、椎茸好きな方、お客さんもいらっしゃいます。これみんな椎茸好きだよ。あ、一人だけあんまり好きじゃない。あ、ダメなの？好き、好きなんだ。あ、じゃあ結構皆さん椎茸お好きなんですね。椎茸いいですよね。ひとみは何が苦手ですか。苦手、男の人。あ、うまいな、まあ、キャンディもうまいですよね。先月までホッシーが好きって言ってましたけど、おさむさんになんか今度媚びを売ってますけどね。そうですね、いろいろダメですよ、そういう、はい、本当にね、移り気、移り気、誰にいたんでしょうか。はい。ということでね、はい、ひとみちゃんね、最近はなんか、はい、あの新曲が出た。そうです、これ、はい、相方のミリオンドリーム楓、カンパーニュ楓さんと一緒のミリオンキッスのセカンドアルバム、はい、そうです、ミリオンドリームス、こちら CD でございますけどね。いろいろ恋、旅するナポリタンとか、うん、いろいろ悪魔と戦え、はい、ホテルオンザコーナー、私を月に連れてって新曲、うん、満載です。満載でございます。ね、今 CD コンパクトになりましたけどね、はい、昔はこうレコードというのはね、ありましたね、記憶ないですか、レコード、レコード、はいはい、A 面がありましてね、終わるとひっくり返して B 面を聞くという、はあ、ね、CD はいいですよね、ひっくり返さなくていいですもんね、はあ、でもね、はい、うん、私は、うん、ひっくり返すんですか、ひっくり返して、はい、C と D、 CD なんちゃってもう全然リハと違いますけどね。はい、良かったですね、寛大なお客様ですね。じゃあ、 まあここに飾っておきましょう、はい、今日あたりだいぶね、気温も涼しくなってまいりましたけども、はい、まあ、芸術の秋、スポーツの秋、いろいろありますけど、ひとみはどんな秋でございますか。食欲の秋ですね。食欲の秋いいですよね、お腹すきます。すきます。夕べも僕はお腹すいてアイスクリームを食べました。あら、まあ、はい、ひとみはそういうことないですか。あります。はい、ひとみどんなもの食べたいですか。そうです、夜中に食べるのはアイスクリームですね、うん、アイスクリーム、はい、はい、夜中はアイスクリーム、昼間は、昼間は、うん、カツ丼。どうしてリハと違うこと言うの。カツ丼いいですよね、はい、他にも何か食べたいものありますか、ひとみ。なんだっけ、ひとみちゃん、いとこがいるんですよね。あ、そうな、はい、ラーメンです。ラーメンですよね。そう、ラーメンなんです。ラーメンいいですよね、ラーメン食べたいですよ ね、 ね、はい、それでなんか話は続くんですよね。それで私 の、うん、はい、あのいとこ、いとこ、はい、何ちゃんですか。小野寺新也くん、新也くん、はい、
宮城にいるんですけど、はい、はい、その人がねラーメン屋さんを始めたんです。ラーメン始めたすごい、はい、青年実業家です ね、 ですね、はい、どんな感じのラーメンですか。ですね、うん、左側にもラーメン屋さん、左側にもラーメン屋さん、はい、でそのお店の右側にもラーメン、右側にもラーメン屋さん、ラーメンが3軒並んで、3軒並んでるんです。激戦区じゃないですか。激戦区です。大丈夫なんですか、そんなラーメン屋さんばっかり並んでて。大丈夫なんです。大丈夫なんですか。うん、左側はね、はい、世界一のラーメン屋、世界一美味しいラーメン屋さんが左側にある、はいはい、で右側が日本一大きいラーメン屋さん。やや謙虚ですね。日本一美味しいラーメン。そうなんです。これ大変じゃないですか。世界一と日本一に挟まれて。すごくね、はい、繁盛してるんです。繁盛してる。はい。はい、なんか、新也くんのお店はどんな看板を上げてるんですか。はい。はい、入り口はこちら。もうええわ。もうええわ。わかりましたでしょうか。ね、散々練習したけどよかったですね。分かっていただいて。わからない方はお家に帰ってから笑ってください。じゃあここでひとみのね歌 PV でお届けしたいと思います。はい、出戻りすずめどうぞ。さあ出戻りすずめ、はい、初版の授業でワンコーラスということで、はい、まあ、フル尺を聞きたい方は、はい、まあ、YouTube とかでご覧いただければと思いますけども、ね、こうやってもトークコーナー、トークコーナー、ね、なんかまた雰囲気変わりましたね。はい、全然違いますね、はい、全然違います。なんか下がって小顔に見せようとしてませんか。もうちょっと前出たのが、ね、永野さん顔がちっちゃいんですよ。そんなことないです。私が大きいのでちょっと下がらない。下がるとマイクに声を拾わなくなるじゃないですか。でもね、CUI のマイクはすごい優秀なんです。優秀、どこまで拾えますもんね。壁を隔てても入るんですよね。そうです。なんかそういうこと言えてた。そうですか。だから10年前はそうだって言ってませんでした。ちょっと変わったんですよマイクはね。そうですね、はい、はい、さあ、先ほどはラーメンの話をね、はい、してくれましたけど、ひとみちゃんは麺類が好き。大好きですよ。大好き。いろんな麺ありますけど、パスタとか、はい、うん、最近話題なのが焼きそばですよね。そうなんです。焼きそば食べに行ってください、ね、はい、池袋の居酒屋みつるさんというね、はい、あのメトロポリタン口徒歩2分のところにあります、はい、こちら出ております。えなかひとみ、南雲和則とコラボレーションした、はい、コラボ第4弾でございます。はい、ひとみちゃんのコラボした焼きそばがラブラブひとみ塩焼きそば、はい、はい、そして私のがダンディナグモソース焼きそば、はい、もうこれはだいたい肌の色で区別されてるのかなという感じでございますけど、白黒でね、はい、可愛らしいですけど、これを江中ひとみさんは昨日、はい、僕ら行ってまいりまし た、 ました食レポを、はい、してきた、その映像がありますので、はい、ちょっとご覧いただきたいと思います。まずはですね、江中ひとみプロデュースラブラブひとみ塩焼きそばの食レポの模様をご覧ください、はい、どうぞ。可愛 いじゃないですか。可愛 いですね。西口酒場みつるに来ています。ロムコさんにラブラブひとみ塩焼きそば、さて
食べてみたいと思います。見てください、これ箸の持ち方が上手ですね。箸の持ち方、ソーセージがあります。箸と箸の間に指を入れるんですよね、上手な人ね。あ、そうそう、嬉しいな、嬉しい。ぜひ行ってほしいですよね、美味しい、うん、すごいです。何がすごい。まるで塩焼きそばの中にエナカの瞳がいるようです。素晴らしい。なんていうか、この草原の香りというか、塩味が草原の香りで包まれています。美味しいです。そしてこの大好きな目玉焼き、見てください。これ可愛いですよね。はい、皆さんぜひ、うん、酒場みつる。終わっちゃった。ここで切れましたけども、まあ、あの1分なんで ね、 尺がね、はい、これはあれなんですか、こう本当に美味しかったんですか。本当に美味しかったです。食レポっていうのはまずくても美味しいとかって言ったりするじゃないですか。でも本当に美味しい。これはリアルで美味しい、ね、うん、食べた人は分かると思うんです。いろんなお出汁を入れて炒めてるんですね、うん、塩だけじゃない、塩だけじゃない、なんかね、秘密の調味料があるみたい。それはやっぱ企業秘密なんですね。企業秘密いっぱい入れてるのよってお出汁。あ、そうなんですか、うん、やっぱ凝ってるんですよね。凝ってますよ。はい、ぜひこれを食べてほしいなと思います。そして私がプロデュースしました方の焼きそばも、食レポをしてまいりましたので、じゃあこちらもね、はい、見ていただければと思います。どうぞ。可愛くなってるね。特殊なカメラで撮っておりますんでね。池袋の超人気居酒屋酒場みつるにお邪魔しております。今日食べるのはこちらでございます。いい香りがしております。ダンディーなぐもソース焼きそばでございます。もうずっしりボリュームたっぷりでございます。具材いっぱい入ってます。まずはこのお肉いただいてみます。うわっ、おいしい、スパイシー。そしてこの麺ですよね、焼きそば、うん、こんな感じです。うわぁ、もちもち、スパイシー、美味しいです。濃厚で芳醇、うん、言うことないしですね。ベリーグッド。そしてタンパク質が取れる目玉焼きもついておりますので、これひっくり返していただいてみたいと思います。麺と、あ、これで全部切れちゃった。これも尺の関係でね、途中で切れましたけれども、はい、やっぱ1分ね、なんか紹介するのは難しいですよね。難しいね、うん、この辺ちょっと今後練習したい。ソースはね、やっぱりこう塩に比べるとやっぱこうコクがあるというかね、奥が深い感じがしますけど、これね、まあ、どっちも美味しいですね。ぜひ皆さん行かれてください。なので、うん、まあ1日おきにソース塩、ソース塩って頼んでいただいて、月曜が定休日、日曜日、日曜日が定休日なのでね、だから週に6回行けるんですね。だから塩3回、ソース3回、1週間、うん、食べていただけると、みつるのママさんはとても喜ぶんじゃないかなと思いますけどもね。いや、焼きそばってこんなに美味しいもんだったんだなって最近思いましたね。美味しいね、はい、ひとみちゃんもこの間なんか街頭インタビューで好きな食べ物って聞かれて焼きそばって答えてましたもんね。そうです、そうです。どうしてなんか急にひらめいたんですか。急に、そうですね、ひらめきました。昨日はお寿司が好きって言ってましたけど、ね、変わったんですよ。その日によって変わるんですよ。はい、酒場みつるさんは何を食べても美味しい。美味しい。カレーも美味しかったですね。カレーも美味しい、うん、じゃあちょっとね、カレーを江中ひとみが食レポしてる映像がボーナストラックでありますので、こちらをじゃあご覧いただきたいと思います。カレー編出ますでしょうか。出ました。カレーでございます。満面の笑み。池袋酒場みつる、なんとなんかすごいすごいよ。うまい。これはですね、インドよりももっと濃ゆい、なんていうんですか、インドカレーよりも濃いんですね。栄養がいっぱい、1週間くらい多分煮込んだカレーだと思います。中はですね、いろんな野菜がとろけて入ってます。めっちゃ美味しいです。これはカレーの中にえなかひとみは入ってないんですかね。入ってないんですね。いや、でもこの表情を見ると
本当に美味しさが伝わってきますよね。美味しい美味しいです、うん、すごくこうなんか時間が余っちゃった余ることもあるんですね。足りないこともあるしね。なんかね、うん、いろんな野菜がこう凝縮して1週間なんかあの煮込んだそうです、うん、ママが。よく玉ねぎからこう煮込んだりとかするじゃないですか、うん、で僕らが昔よく行ってた千駄ヶ谷でしたっけ、うん、キュリーというねあのカレーの専門店があるんですけど、まあ、そこのママさんなんか本当に煮込みすぎて手が腱鞘炎になるって言ってましたもんね。そうですね。そのぐらい大変なんだと思います。でカレーはできたらできたでいつもかき回してないと焦げちゃうし。そうですよね。あれ体力いりますよね、うん、だから野菜が全部、うん、あのとろけてね、うん、形がないかったですよね。そうか、いっぱい入れてるんだって。具が入ってないと思っちゃいけないですね具はあったんだけど形がないぐらいもう煮込まれて、もうスープの中にもいろんなエキスが入ってるってことなんですね、うん、いやすごいな。焼きそばも美味しいしカレーも美味しいし皆さん、ね、なんか毎日のようにね酒場みつるに行ってる方にお伺いするとあのさっきの、ひとみんの、塩焼きそば、うん、ラブラブひとみん塩焼きそばにあのカレーをかけて食べると実に美味しいというふうにすごい、川瀬さんはおっしゃってましたけどね。こういう名刺を出してしまいましたはい、なんか常連になるといろんなことが融通が効いたりしますの で、 そうですよね。皆さんもぜひお伺いをしてほしいなと思います。はい、はい、ひとみんの焼きそば、南雲の焼きそば食べてください。よろしくお願いします。あ、そう、もう一人ねそのゆりママが料理担当なんですけど、うん、ホール担当が阿部恵理子さん。そう、これが美人ですよね。そうですね、本当に綺麗、池袋で一番綺麗と言われてますからね。そうですね、まあ、そういう、美人2人がいるお店でございますので、はい、足を運んでいただければと思います。はい、そして10月、うん、はい、これはひとみちゃんの月ですよね。そうですね、バスデー月間バスデー月間でございます。はい、ひとみちゃんは10月16日がリアルバースデー、はい、まもなくです。あと1週間ぐらいですね。忘れてました。おいくつになるんですか、ね、おいくつに、はい、忘れちゃった、まあ、推定36歳ぐらいだと思うんですけどもね、ひとみちゃんのねバースデーライブもあります。バースデーライブのフライヤーこちらでございます。はい、ひとみんプライムタイム、はい、11月29日、はい、土曜日。どうして10月16日生まれなのに11月29日にお誕生日ですか。9月にねちょっとはい、イベントがあったのでちょっと1ヶ月ずらそうかっていう話になって、100ひとみんというのがね渋谷でありましたので、ね、そちらの300人を超えるホールでライブをやりましたんで、まあ続けてやると大変だということで1ヶ月空けたわけです。そうです、そうです。そのせいで、はい、10月と11月が2ヶ月間ひとみん月間が続いているこれすごくないですか。あの交通安全週間でも2週間しかないですよそうですよね、春と秋ありますけどね。1ヶ月あるんですね。1ヶ月なんですよ。10月と11月です。2ヶ月だから11月の29日までひとみんバースデー月間が続くということですけども、その間にいろんなイベントとかあるんですか。あります、あります。本当ですか、まあ、各種イベントありますので皆さん来てほしいと思います、はい、まあ、あの最後にまた告知とかもしたいと思いますけども ね、はい、まあ、お誕生日となるとやっぱりプレゼントが欲しいなと思うんですけども、ひとみどんなものが欲しいですか。ライブに来ていただければそれで十分ですね、うん、好感度を上げようと思って。いや何も本当いらないので。マンションが欲しいとか土地が欲しいとか株券が欲しいとかそういうこと言わないんですよ。言わないです。ライブに来てくれればいい。そうですね、じゃあ会いに来てくだされば嬉しいです、じゃあ、まあ、いろんなライブが、ね、ありますから、うん、まあ、来て生ひとみんとか見ていただければ嬉しいと思いますけどもね、はい、まあ、ひとみん情報などはまたひとみんの SNS なんか参考にしてほしいと思います、はい、今日はひとみんバースデー月間ということで続々とメッセージが届いておりますので、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、どんどんはやどんどんどんさんからなんか威勢がいいじゃないですか。マッコリみたいにね、どん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 、はい、発泡酒。先日都内某所にて、はい、ナグモンがサプライズ登場でびっくり。ナグモン、そこにひとみんもお電話いただきサンキューひとみんでした。今日も楽しい番組楽しみにしています。ハヤトンさんです。ハヤトンさんどうもありがとうございます。ございます。千葉のジョン・デンバーと言われている方でございます。ジョン・デンバー、はい、本当に声が素敵ですよね、はい、本当歌上手で、もう千葉で歌ってでも水戸まで響くというね、うん、感じですけどね。郡山の人もうっすら聞こえたっていう素晴らしい声量です。はい、はい、じゃあ続いては
はい、これ横様。横様。縦でも横様。はい。ひとみんちゃん、南雲社長、こんにちは。こんにちは。今 4K テレビで夢色ロケットを拝見しています。4K っていうのはあらが見えちゃうんじゃないですかね。よく見れています。はい。南雲社長とのデュエット。最高であります。まあデュエットというにはね、おこがましい感じでございますけど、はい、私は1週間前に体調を崩して、あら、まあ、ただいまおとなしくしております。うん、明日の午前中に病院から検査の結果を聞きに行くことになっています。ドキドキじゃないですか。まあ、大したことはないと思うんですけれどね。うん、こうして番組見れたこと感謝であります。横様ありがとうございます。元気にね回復してほしいですね。はい、もう元気になることをお祈りしております。寒暖差とか激しいですから ね、お風邪とかひかないように気をつけてほしいなと思いますけど、はい、ね、きっと検査の結果もいいと思います。はい、ね、はい、ひとみちゃんがいいと言えばいいです。大丈夫でございます。はい、私も明日検査でございます。血液検査。嫌だなと思っておりますけどもね。はい、みんな検査、ね、はい、もう一つ来ております。はい、これは火星人さん。火星人さん、ありがとうございます。みんな大好き火星人さん。みんな大好き火星人さん。水星に住んでいても木星に住んでいても火星人さん。はい、気のせいか、はい、最近ひとみんと社長にしょっちゅう会ってるような気がする火星人です。うん、今日も楽しい放送ありがとうございます。お疲れ様です。本当だ、毎日会ってる。なんか家族よりも会ってるかもしれない。絶対会ってると思います。僕はね、昨日会えなかったんですけど、それまで5日間続けて会いましたね。そうですよね。はい、あれ昨日どうして火星人さんいないのかなと思うか、いないと違和感を感じるようになってしまいましたね。そうですね、みんながね、うん、もう火星人さんを見ると火星人さんって、うん、まあもちろんね、番組ご覧の方は火星人さんをご存知だと思いますけど、本当大人気なんですね。どこ行っても火星人さんって、筑波サーキット行っても、渋谷行ってもね、この間も女優の田中由美子さんという有名な仮面ライダーに出てた女優さんも火星人さんを渋谷で見かけて、火星人さんって声かけてましたね。すごいことですよね。すごいことです。仮面ライダーに声をかけられるもんですよね。ひとみんもでも時々いろいろいろんなところで声かけられますよね。そうですか。この間も秋葉原で台湾の女性に声かけられてましたよね。でなんかあの、X かなんか見てますよとかつって LINE 交換とか。ああ、しましたね。はい。その後、うん、その後なんかやり取りはあったんですか。な、一回ポッキリ。一回ポッキリ。みんな意外になんか白状だったりするんですよね。で間違えて声かけるときありますもんね。サインしてくださいって言って、あれ違うんだみたいなね。よくご確認ください。胸に江永ひとみってやっといてもいいですね。はい。あ、刑事さんから。刑事さん、ありがとうございます。刑事です。お久しぶりです。兵庫県が生んだ大人気者でございます。占領役者刑事さん。はい。はい、ひとみ南雲社長。お忘れですよね。忘れられたら寂しいです。格好だけ。そんなことないですよね。忘れることはないでしょう。本当に、ね、はい、存在感ありありですからね。ひとみ、お誕生日おめでとうございます。存在感大ありありあり。大ありくいってさっきが考えたんだよね。大ありくい、そう、そう、うん、ちょっと言って。大ありくいって。大ありくい、はい、はい、はい、ひとみ、お誕生日おめでとうございます。よかったね、ひとみ。今年はお忙しそうなので安泰ですね。南雲社長、クライマックス突破しましょうか。打倒読売、はい、巨人軍。あ、でもいいんでしょうか。まあそれはあの個人的な趣味嗜好なので、刑事さんは阪神タイガースが好きということなんでね。阪神タイガースは残念ながらレギュラーシーズンは2位でございました。この後は3位の横浜 DeNA ベイスターズと、まあファーストステージを戦って、先に2つ勝った方がジャイアンツとね、まあ、あのファイナルステージというところに行くんですけど、ひとみちゃんは阪神ファン、はい、というふうに阪神ファンの前では言うし、巨人ファンの前では巨人いいですよねとか言うんですけど、本当野球って知ってるんですか。知ってます、知ってます。何人でやるか知ってます。野球ですか、うん、何人、うん、それもわからない。やばいな。あのボールを投げる人は何ていう。ピッチャーです。ピッチャー、はい、取るのはキャッチャー。キャッチャー、はい、あ、そこまで分かってるんです。バッター。バッター、はい。じゃあ野球って3人でやるの。あ、いや、1、2、3、4、5、6、6人。ピッチャー、キャッチャー、バッター、あと3人は何ですか。あ、外野がいた。外野。外野ってのは一括り9人。正解。やばいです。
本当になんかあのひとみはあれですよね、何でしたっけ、アウトデラックスとか出た時もね、阪神ファンですとか言いながら好きな選手は鳥谷って言ってましたけど鳥谷はもうその時はロッテからにいたというねいかに野球を知らないかで、昔は鳥谷を覚えるまでは全部佐藤って言ってましたもんね佐藤っていう名字はいるだろうっていうね、安易な発想なんですけど、言っていました、います、阪神に2人いるんで佐藤というピッチャーとね三塁手と、そうなんです。でも佐藤という名字がいないチームもひょっとしたらいるかもしれないから大変ですよね。いるのかな、加瀬慎さんに聞いてみたら。そうですね、12球団で佐藤生がいないチームがありますか、どうでしょうね。白脈博士、でも日本で一番多い名字は佐藤じゃないですよね。鈴木ですかね、高橋、どうなんでしょうね、小野寺ですかね、菅原ですかね、宮城ではそうですよね、宮城は小野寺と菅原、岩手県は佐々木とかね、そういうのが多かったりしますけどもね、全国的に見るとどうなんでしょう、沖縄なんか行くと島袋さんとかね、そうですね、うん、上原さんとかそういう人が多いのかもしれないですけどね、そうそうそう、まあ、全国的に見ると、まあ、田中さん鈴木さんとか、うん、その辺多いですよね、田中鈴木高橋とか、うん、佐藤もいいかな、このスタジオに田中さんいますか、あ、田中さんいないですね、佐藤さんあれいない、鈴木さんもいない、あれ、まあ、日本って割と名字が多いんですよ ね、 多いですね、中国とか韓国に比べると ね、いくつあるんですか ね、 っていうのね、あのそんなにはないかもしれないです ね、 ね、むちゃくちゃ少ないわけじゃないですけど、ヘベレケアとかね、そういう名字に比べると少ないと思いますけどね、笑ってください、ヘベレケア、ゴッチャザイモンとかね、なかなかレアな名前だと思いますけどもね、はい、はい、今日も楽しくお届けしておりますけど、そうですね、楽しい、なんか嬉しそうですよね、妙にね、なんか、はい、いつもね、こう、はい、結構、うん、バカにされ続けて10年ひとみのことですか、もうリスペクトリスペクトリスペクトですよ、尊敬尊敬尊敬ですよ、みんなひとみを尊敬してますもんね、え、本当ですか、ひとみは本当になんかね何言われてもいつも笑顔で、で絶対カッとならないですもんねそこは素晴らしいなと思います、僕も見習って生きていきたいなと思いますはい、じゃあここでまたひとみのね、はい、曲 PV でお届けしたいと思います、はい、はい、曲は、うん、斬新、はい、はい、どうぞ後ろにスクリーンがありまして、そこでこう見てるんですけど、なんか空見を取り出すスーパーマンだみたいな感じでしたけどもね、大画面で見るご自身の姿はいかがでしたか。照れくさいですね。照れくさいですよね。あの何でしたっけ、あの 渋谷のスクランブル交差点の向こう側とかになんか あるじゃないですか、映像が映ってる広告みたいなの流してるとこ、あそこに江中ひとみのなんか画像が出たらいいですよね。みんなあの信号待ちの人がこう見ながらああひとみんだと思って見てるわけですもんね。あれ CM 高いんでしょうね、結構ね。高いと思いますよ。まあなんとかあれに出れるようになるといいですよね。そうです。
ひとみんジュースとかってね、100種類のリンゴを入れた、100種類のリンゴっていうのも変ですけどね、5種類ぐらいのリンゴ、何でしたっけ、王林とか紅玉とか、なんかそういうリンゴばっかり5種類入ってるってどうですか。いいですね。でみかんばっかり100種類の、みかんの王国とかっていう、いいですね。そういうのないですよ今でね、うん、みかんばっかりその10個も20個も入れたっていうのはね。じゃあそうしましょう今度。ぜひ、飲料メーカーの方見てたらよろしくお願いします。ではここで、視聴者の皆様にプレゼントでございます、はい、この番組は人気番組でございまして、はい、世界中に配信されております。北はカムチャッカから、北千住ではないんですね。南はパラグアイまで、ちょっと南千住ではないという、広がりましたね。広がりました、はい、144の国と地域でご覧いただいております、はい、今日の視聴者プレゼントはこちらでございます。はい、ナタミラクル瞬間英会話、はい、英会話がね2週間でマスターできるという本なんですけれども、ひとみちゃん、英会話マスターのコツはたった3つなんですよね。はい、はい、3つ何でしょう。発音、主語、時制です。はい、この3つを抑えると江中ひとみちゃんのようにネイティブ発音がマスターできると、はい、はい、ということでございます。じゃあこちらの本を今日は、何名の方に。9000名の方にいきますね。9000名でございます。さあ、じゃあ欲しいという方はどうしたらよろしいですか。はい、はい、じゃあメールアドレスを申し上げます。はい、はい、senju@cwave.jp、 はい、senju@cwave.jp までメールください。お待ちしております。はい、はい、ナタミラク瞬間英会話希望というふうに書いて、申し込んでください、はい、お名前と住所とそれから電話番号書いてください、はい、決して悪用はしませんので、はい、で、今日が10月の8日ですから、はい、11月の8日までに、はい、皆様のお手元にもしこれが届かなければ残念ながら抽選に外れてしまったと思って、その時はひとみちゃんどうしたらいいんですか。その時は、はい、はい、書店でお買い求めください。はい、はい、よくできました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあひとみん情報をいろいろじゃあお届けしていきたいと思いますけど、はい、そうですね、告知コーナー、はい、今日はちょっと時間があります。珍しいことですよね。そうですね、はい、今日が10月の8日でございます。明日は、明日は9日。正解本当です。1日抜けたら大変ですからね、10日になっちゃったりとかしてね。はい、10月9日にも、なんかひとみちゃんが出演するイベントがございます。はい、はい、こちらはひとみん劇場音楽祭です。はい、こちらは池袋劇場で、はい、はい、はい、日瀬やや さん、うん、それから大沢さん、大沢さん下の字が読めなかったんですかね。ゆうたくんですよ、はい、神楽坂エリーさん、エリー、それからこれは 2B さん、ああそうだ、振り仮名が書いてあります、ね、2B さんの 2B、 はい、ゲストです。2B ってあれですかね、なんかよく鉛筆の濃さの色かなんかで HB とか2B とかあったじゃないですか。ありました、ね、そういう感じなんでしょうかね。だからお二人とも B なんじゃないですかね。B 型で2つ、そう、そうなの？わかりません。ちょっと明日聞いてみたいと思いますけどね。はい、すごい実力派アーティストが、はい、勢ぞろいでございます。ひとみん劇場音楽祭。はい、音響を担当するのが田中さんというね、日本を代表する PA さんでございますので、その辺の音響もね注目してほしいなと思います。はい、19時開演で入場料は2000円プラスワンドリンクでございます、はい、よろしくお願いします。そしてはい、次のイベントが、10月の13日、4日市ですね、はい、こちらは4日市に参ります。バーイースト、4日市バーイーストで、はい、夜のね、そうですね、午後7時ぐらいからだと思いますけども ね、4日市っていうのは何県だか分かりますか、ひとみちゃん。四日市何か言ってくれ。兵庫惜しいな、三重県でございました、はい、名古屋のちょっと先でございます。四日市三重県でございます、はい、東海地方にお住まいの方、はい、愛知県岐阜県三重県の方、よろしかったら、四日市バーイーストでお待ちしております、はい、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いては10月16日には、先ほどひとみちゃんが歌っていただきましたジャンジャンジャンバラヤ6人組ユニットのデビュー CD ですね、はい、あなたに夢中、そしてパイナップル片思い、片思いがカップリングでね、はい、
これがなんと販売開始ということでございます、はい、10月16日というとひとみちゃんのリアルバースデーですよね。本当だ、これを買わないという手はないですよね。ぜひお誕生日に、購入してください。書店それから通販サイト Amazon とか楽天でご購入いただけます、はい、今は予約受付中でございますので ね、ぜひよろしくお願いします。さあ、そして今度は四日市から次は木更津です。木更津でございます、はい、木更津焼きそば、うん、こちら昼公演ですね、はい、午後の2時から26日土曜日ですよね。先ほどみつるさんの焼きそばも美味しかったんですけど、木更津焼きそばも美味しい。これ美味しいんですよ、木更津焼きそばね。千葉に来てください、ね、はい、2021年までは、はい、2011年かまではお風呂屋さんだった場所なんですけど、東日本大震災でボイラーが沸かなくなっちゃったんで焼きそば屋さんになったというお店なんですけど、大変美味しい。そこでライブハウスにね改造して、はい、浴槽に板を敷いてステージにして、はい、洗い場に椅子を置いて観客席、 そして脱衣場で焼きそばが食べられるという、 そうです、 すごいいいところでございますので、はい、ナサさんバンドで歌わせていただきます、はい、ギターは藤枝さんでございます。はい、はい、よろしくお願いします。そして木更津の翌日、はい、東京は中野インスタライブです。中野というと堀越学園があるところですよね。今日も堀越のねご卒業された方がいらっしゃってます。はい、はい、まあ、堀越関係者ぜひ来てほしいなというふうに思います。15時開演です。はい、ちなみに13時からが渡辺美穂さん、はい、17時からはメルティーハーツ、はい、3公演見るのもまたおつなもんでございます ね、コーヒーとケーキがついて2000円でございます。はい、ぜひ皆さん来てください。はい、さあ、はい、まだあもう一つありますね。はい、はい、筑波サイキットで歌います。11月のこれは2日の土曜日と3日の日曜日、はい、こちらはモーターサイクル大イベントでテイストオブつくばというね、春と秋にあります。歌わせていただきます。特設ステージでなんかひとみちゃんの公演が1日、まあ、2公演から3公演あって、トークショーもあって、コース内での撮影会もある、はい、あのサーキットの中に入る機会ってめったないじゃないですか、はい、それって嬉しいですよね。嬉しいですね、まあ、その間車走ってないんですよね、当然ね、引かれちゃいますもんね、走ってたら止まっててね、はいはい、まあ、わずかな時間ですけども、サーキットの中に皆さん入っていただいて撮影もできるということでございますので、うん、ぜひ遊びに来てください、はい、遊びに来てください、はいはい、じゃあこれで告知はとりあえず終了でございまして、あ、BGM が流れてまいりました。ひとみちゃん、この曲は何ていう曲ですか。はい、浴衣の似合うエリザベス、はい、これはカンパニカエゼさんとのミリオンキッスの新曲です。はいはい、これが今日が10月の8日ですから、あさってになりますね。10月の10日から各種音楽サイトで配信になります、ね、いい感じですよね。いい感じですよね。ロックな感じで。ロックですか、これ。ロックなのか。変化ではないですね。変化ではない。大体もう浴衣が似合う季節を通り過ぎて配信になるという、まあ、トンチンカンのところがお二人のいいところでございますけどね。ね、はい、はい、ぜひこちらの聞いてください。そしてミリオンキッスのイベントが11月にございます、中野名曲堂11月17日15時から、はい、はい、中野名曲堂でインスタライブがございますので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。はい、お待ちしております。ということで、はい、今日も楽しくお届けしてまいりましたけど、はい、はい、いかがでした。楽しかったです。楽しかったです、はい、やっぱ新しいスタジオ綺麗でいいですよね。綺麗でいいです、はい、清潔感満載でございます。楽しかったですね、はい、漫才あり、はい、はい、果実あり、はい、トークあり、はい、歌ありでございます。じゃあ今日もね最後までご覧いただきまして、はい、皆さんありがとうございました。じゃあひとみにご覧いただいた皆様に、はい、いつものように謎かけで、はい、御礼の気持ちをお願いします。はい、今日ご覧くださったリスナーの皆さん、はい、そして会場をお越しくださった温かい皆さん、はい、そして井上さん、はい、ディレクターさんとかけまして、とかけまして、はい、お腹の大きくなった、お腹の大きくなった女子社員さんとときます、はい、その心は、はい、サンキュー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 